皆さんこんにちは。こんばんは。心リングゲームズの岡部です。ベイ君です。よろしくお願いします。ドラクエビルダーズ岡部さんバージョン、はい、久しぶりにやってまいりましたね。そうです、岡ビルのお時間でございます。皆さん、どうも岡部さんは、はい、もうストーリーモードを完全にクリアしましたイエーイ早くねなんでかと言いますと、私はですね、はい、今ここにいるのは、はい、フリービルドボードというですね、みたいですね、知られざる島におります、うん、ここは、モンスターもいないです。一生をクリアすると、はい、できるように、はい、解放されます、はい、みたいですね。ただし、本編をねクリアしないと出てこないレシピなどがありますので、うんうんうん、まあそれをクリアすると作れるものがねたくさん増えますので、それで頑張って根気よく最後までやってしまった次第でございます。お疲れ様です。ストーリーモードはベイ君がやってきますので、それを見てあげてください。私はもう完全に竜王を倒しましたイエーイイエーイうんで、なんと、はい、なんとということで、もうだいぶ建築が進みましたね。進んでしまったんですか。建築時間何時間だろうなこんな感じ遠くからずっと見た感じだけど、はいはい、で私が こっちはね、うんうんうん、オンラインで今この島にいるんで、うん、ネットワークモードやとその他の人の、はい、物件をこんな感じで物件が見れるみたいですね、はい、そうです。そこに物件が3個ですね、セットすると、はい、時間で勝手に現れるようになっております。というわけで、はい、まずオカメさんの、はい、作った、そうですね、白物をね私にいろいろ見せてくださいよ。わかりました。まずじゃあ何からいきましょうかね。あ、もう削ってしまったら乗れません。うん、あ、じゃあ皆さんこちらでーす。来た。ガンガン来た。とりあえず、まずここから行きましょうか。で、ここの、これは、最初から設置されてました。ああ、なるほど、なるほど。自由に使ってくださいって書いてあったんですよ、看板で。それを、だから中にあるもの何個か、パクっていましたね。そういう意味で自由に使ってください、ね。そうです、そうです。はい。だからなんかこういろんなね、なんだろう、壁とかが置いてあるみたいなんですけど。そういう意味でパクってください。そうですね。私はパクりました、なんか。はい。さすがでございます、ね。まあそれを放置します。はい、そのうち、荒地、あ、さら地にします。荒地じゃないわ。で、まず、はい、こちらですね。これなんだろう。おう。なんすかそれ。これ何ってなるでしょう。なるってなる。よし。ちょっと待ってね。はい。さあ、その全貌はさ、明らかに危ない水。いやー、見て、水着作れるようになったんだぜ。だって可愛いでしょ。体がなんかこう、幼児体型。そうなんですよ、幼児体型なんですよ、これ。幼児体型ですね。これね、うん、これをじゃあ着てですね、なんでここに、はい、その剣持ってるのが気になるね。確かに確かに。で、いきまーす。あら、オペー面白い面白いよ。帰れへん、帰れへん、帰れへん。いや、1個つけました、ちゃんと。なんだこれは面白いね。プールはできてるんですね。カタッパン飛ぶとこ見せてや、飛ぶとこ。飛ぶとこ見せる。どう見せたらいいですかね。画面先、カメラを手前にしとこうや、さっきカメラを。あ、そっか、落ちる時にね。今帰る、今帰る。そう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 。で、上行く。上行く。あ、これ登るの難しかった。そうなんですよ。で、これで前。オッケーオッケー。行きますバッわかります？わかります。わかります。私、まあ、これね、今後ストーリーモード出てくると思うんで、はい、この仕掛け場のことは言いませんけれどもなんかギミックがね、ギミックがあるんですよ。ギミックをつけることによってこうやーっていうことを一人で楽しんでおりました。これね、なんと、はい、私この建物は夢で、はい、夢、あのね、これやってるとずっと夢で出てくるんですけど夢で勝手に建築しましたね。夢で勝手にで、朝、あ、これいいんじゃねみたいな。だから頭の中で考えてるってよりも寝ながら考えてますね。寝ながらすごいね。本当は寝ながら作りたかったぐらいなんですけど、さすがに無理なんで。コントローラー渡しといた方がいいかもしれない。そうかもしれないですね。もう働きっぱなしですよ、24時間ね。で、まあここはお試し作ったお金温泉です。はいはいはい。まあ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 。まあここは軽めなんですかね。まあ外でオープンなんで、まあ一応ここも部屋になってますよ。特に何か作ろうっていうではなくて、温泉をね、ちょっと作ってみたいなと思って、ちょっと遊び心で作ったわけです。そして夕方になってしまいましたね。はい、話が長かったすごいな。という、まあ、すごいものが見えますね。かなり。あ、見ます？あれ？これ、もんますか？これは。これ、ほんまです。これ、最初からないですよ、皆さん。これは、これ自由に使ってくださいじゃない。これは自分で素材を集めて、一からここにある具材、ここにあるね、機械どもで作りました。で、自分で。おっと、なんか変態来たぞ。変態はまあいいとして。まあ、ここですよね。
問題はね。あ、なるほどなるほど。はい、問題ここでございます。はい。はい、でちょっと、うんうんうん、ちょっと皆さんお待ちください。はい、私持ってきてないものがあります。ちょっとお待ちください。こちらで。はい。はい、戻ってまいりました。はい、ありがとうございます。はい、持ってきましたちゃんと。おお、それは？そう、で岡部さん。この敷地内は、うんうんうん、私がですね、うん、これ今、オカメコースターって名前になってるんですけど、うん、ウェブで公開できる敷地となっております。さっきの最初のあれみたいな感じで、そうです他の人が見れるわけですね。この奥にあった、ね、うんうんうん、皆さん、勝手にね。夜なっちゃいましたけど。なっちゃいましたね。ちょっとまあ、しょうがないか。寝てきていいっすよ。寝ます、ね、じゃあ一回寝ます。朝。これ見てて、見せてるのこれ。いや、ちょっと寝てきます。寝てきます。ふぅー、ふぅー、戻ってきたよ。準備万端ですか。準備万端です。はい、でまあ先ほどの説明がですね、はい、遅くなりましたけれど、これが私が作った敷地内でございますね。了解です。はい、高さも設置があるらしいんですけど、うん、それを超えてしまうとダメらしいんですね、うんうんうん、まあそれなりに収めました私は。はい、はい、というわけで、これね、はい、読む一応ね皆さんに読んでもトロッコが必要だよと親切。はい、皆さんこれクリアした人は分かると思います。このギミックがね、あのトロッコとかがないと、うんうんうん、何もこの2つじゃないんですよね。すないんですよ。ね。すげー。そう。私は、あの、遊園地を作りたかったんですけど、はい、まあ、回転ということができませんので、うんうんうん、自分のできる範囲内でやりました。わかりました。そうです。だから、皆さんにも楽しんでいただこうと思って。あ、まあ、その前にちょっと待ってくださいね。まあ、いいや。後で言おうね。後で言おう、オッケー。まず、ここからスタートしてるんです。で、はい、まあ、ここ順番待ちですね。順番待ち。順番待ちです。ちゃんと作ってんねや。はい。これ、順番待ちます。ね。で、まあトロッコはですね、まあ持ってるっていうか、これ選択しておけば OK なんですけど、はい、これ乗ると、うん、はい、乗りました。おー、いいですね。はい、前のめりですね。やる気やな。よし、行くぞ、はい、これね、勝手に前に押し込むと勝手に進みます、うん、了解、はい、すごいね、行きます。はい、うーうーうー怖い、大砲ある、怖い、おー、すげー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 、今の、終点ですめっちゃ前かがみやで、まだなあ、ちょっとビビってますというわけで降りますで、出口はこちら出口ちゃんとあんね、出口こちらはい、何それ。ここはですね、はい、まあマシンをですねなるほど、いますね、はい、います、これ押すことによって勝手にこう、なんですか、います、います、そういう人、ここにね、ブルルルルルルル発射しますみたいな感じですね。います、います、ありますよね。アトラクションといえばやっぱこういう小屋がありのなんですか、ちゃんといるじゃないですかね、こうね、逮捕ゾーン過ぎてからの、はい、ここクロスしますよね。クロスします。ここクロスしてるね。クロスしました。私ですね、これ戻ることができるんですね。なぜかね、何、物理の法則を無視している。そうなんですよ。なんだなんだ、戻っちゃう時もあるのでね、降りる時はちょっとペケ押してくださいね。気をつけてください。そしたらもうびっくりしたから、みんなあれっつってね、待ってる人もびっくりやね。そう、そういうことですね。はい、これをですね、私一応ここに作ったということはですね、うん、これウェブで一応、うんうんうん、あれにしたいと思います。オッケー。はい、で建物の、うん、名前は多分オカメコースターのままだと思います、うんうんうん、で建物情報で、うん、建物の呪文って今あるんですよ。おお、ほんまや。この呪文を打つと呼びます、私のこのこの施設を呼び出すことができます。なのでぜひ皆さん、このバチナチカジレ昼のボイオハツムゼっていうね。なるほど。あ、はい、ここあロアクエは昔からこんな感じだったんですかね。いろんな文字がね並んだやつ、意味はないけれどもっていう呪文があって、うん、そこから、まあ、セーブができないので、これセーブということですよね、うん、要はね、復活の呪文です、ございますね、うん、そうそう。なのでこれをですね、一文字間違えないようにしていただければ、私のこのですね、はい、施設がですね、あなたの町にやってきます。はい。で、絶対トロッコあれ持ってくださいね。持ってないとただ単に飾り物になってしまいますので、よろしくお願いします。確かに確かに。はい。というわけで、今回はここまでにしたいなと。おぉ、あっちはやっぱり取っておきますか。ここは取っとこう。ちょっとね、話が長くなりそうだからね、ここはね。語るとこだらけですね。説明が多い。語りたいところだらけですね。そう。ね、こだわったところたくさんあるんで、多分次回、言ったところでほぼカットだと思いますね。ほぼほぼ話が長すぎてカットということになり得ないですけど、まあそれでちょっとずつね増やしていきたいと、建物を思います。これオカメ、ニューオカメタウンですね。
作っていきたいなと思います。ただここの土地はですね、うん、採取してしまうと、うんうん、土とかですね、うんうんうん、木とかですね、再生成ができないんですよ。なるほどなるほど。なのでちょっとちょっとだけ慎重になってますここの土地だけ。なるほどね。ただしですね、向こうに光ってるありますよね、石板があるんですよ、はいはいはい、いろんなワープできる、ねはい、場所が4つぐらいあるんですけど、それはまあここの旗でですね、うん、この周囲の島の再生成っていう、うんね、そうできるんで、うん、まあ破壊するならそっちをって感じですね。了解でございます。でいっぱいそうですね作りっていきたいなと思います。もう住みやすい家にしたいなと思いますよ。了解、はい、というわけで、というわけです。今回はここまでで、次回は、はい、さらにすごいものがこの裏後ろに見えるこの建物の中、ね、了解しました。じゃあ最後またどっちかやろ、トロッコか、はい、どっちかな、そっちかそっちかどっちかなもうちょっと地味な感じのね、このね登ってるね、地味な感じでしょこれね。これいいじゃないですかこれこうこいつ自分ゼロゼロゼロだそうだ一応あれです、落下しても大丈夫なね、ブーツは履いてます、ね、そう、メルキドグリーブを履いてますんでどこから落下したって全然うえっていう遊びを一人やってますから楽しいですよ。皆さんもぜひこれ作ってみてください。うむ、ギミックが必要なんですよね。そうです、もう中のね、見せちゃった、ギミックが必要です。あとはもう土とね、はしごとかね、楽しそうやね、ちょっと楽しそう楽しそうやね、楽しいですこれ、めっちゃ楽しい、おすすめですこれ。じゃあもう締めの言葉言ってください。あ、もう締める、はい、あ、ちょっとじゃあ温泉入って締めよう、温泉で終わりですか、というわけでね、本日もですね、最後までご視聴いただきありがとうございます、水着かわいいでしょ表示体型やな、まあまあいいじゃないですか、かわいいでいいでいいですよこれね、パシャパシャして、ってはしゃげます、うん、あぜひ男の子でもねできるんでね、男の子でもいいんですけど、はい、男の子の場合これ着るんですかね着れないですよねそれがね、水着はね、上は綺麗と思うですよね、全体になっちゃうんで、あそうですよね、さっきの黄色い人みたいになるんで、うん、ですね、うん、OK ですというわけで、次回もですねまたお楽しみにしていただければと思います、はい、ありがとうございました。はい、フォローリンクゲームズのベリクでした。おかわりでした、なんで笑ってんだよえ、ぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、高評価もお願いしますあとツイッターのフォローもお願いします。お願いします。では次回をお楽しみに。ベリクでした、おかわりでした、バイバーイ、やーい、バイバーイ、上がれない、あー上がれないよやりたかったのよ、へぇバイバーイ。